はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。てなわけでね、今回も、ベイブレードバーストで、オリジナルのものを作ってみたので紹介していきたいと思います。エヴァンゲリオンカスタマイズ、僕の動画のコメントにリクエストが来ていてですね、エヴァンゲリオン作ってみてくださいっていうコメントがあったので作ってみました。まあ、紫をね、シンボルとした感じの、緑がちょいちょい入っている感じでですね、エヴァンゲリオンというのは AT フィールドがあるじゃないですか。それをモチーフにするために一番下を真っ黄色にしてます。クリアのね、クリアパーツの黄色いやつね。これで劇場版だとさ、なんか手がさ、右手だったかな、右手がなんかなくなっちゃって、で、金色の手になるじゃない？だからあれも演出しようかなと思って、まあ金色のオービットにしました。はい。まあただ通常のエヴァンゲリオンにしたいのであれば、ここをデッサイザーについてくる紫色の、ジャギーだったかな？あれをつけていただけると、程よい感じにエヴァンゲリオン初号機になるんじゃないかなと思います。ただ僕はね、今それを持ってないので、今できるとしたら、AT フィールドとその右手をイメージした感じの、ちょっとね、軸先を、ディスク？あ、ドライバーか、ドライバーをね、使っています。な、皆さんは、紫色のデッサイザーについてくるジャギーを使ってみると、なかなかエヴァっぽくなるんじゃないかなと思います。あとこれね、なかなか、ゲットしづらいんだけど、あとここのシールもね、動画で出してると思うんですが、まあそちらの方もね、良ければ皆さん見てください。じゃあ早速ね、回していきましょうか。まあ私ね、エヴァが大好きなんですよ。まあこのシューター見てくれればわかると思うんですけれどもね。まあ多分こんだけ近くで見せるの初めてかな。こんな感じです。アスカとレイちゃんです。はい、3,2,1 ゴーシュ。おー、いい感じにキラキラしてるね。なんかどちらかといえば緑の方がちょっと多いかな。そんなことないか。多分そう見えてるだけで、多分に、いや、てか肉眼で見るといい感じに紫と緑がマッチしていてかっこいいですね。では早速ね、こいつのタイムを測っていきたいと思います。1分30は言ってほしいかな。ではネルフのタイム時計、なんていうの、ストップウォッチ、うん、ストップウォッチだったな。多分俺ずっと頭で考えて名前出てこなかったんだよ。いきます、3,2,1 ゴーシュ。さーてどうかな。まああれですね、まあ結構ね、この Y 版のカスタマイズはですね、まあレイヤー的に結構バーストしやすいということで、ちょっとね、他のやつと戦わせると、まあ結構高確率でバーストしてしまうので、まあ戦わせるとしたら、前僕が作ったゴジラカスタマイズあるじゃないですか。ちょっとあちらを戦わせていこうかなと。まあ言ってしまえばね、シンゴジラで前あったと思うんですけれども、ゴジラ VS エヴァンゲリオン初号機っていうのあったじゃないですか。あれをちょっとね、動画の中で、まあ、再現できたらなと。ベイブレードなんですけれどもね、まあそうすればね、お互い結構バーストしやすい同士なので、まあなかなか白熱するバトルになるんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、なかなかもう喋っている間にもう1分過ぎましたね。なかなか結構回ってる。まあ下がね、オービットということで、あとレイヤーも丸みがあってね、エヴァンゲリオンも醸し出しながらもね、丸みがあるレイヤーなので、長く風の抵抗を受けずに回っているんじゃないかって褒めているのに、お前は反抗期か。1秒持って1分20秒にしようか。1分30いってほしかったんだけどね。はい、というわけでね、まあこんな感じのカスタマイズでした。まあ下ジャギーにしてしまったら、多分もうちょい回らなくなってしまうので、多分持久力を試したい方はこの AT フィールドをイメージしたこのオービットを使ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね、コメントありがとうございました。よければね、これ今後もね、
あのこういうカスタマイズ作ってほしいというものがあれば僕は全然作っていきますので、あのね、もうなんだろ、俺の頭は何でも考えられるからもうマジで何でもいい、どんなやつ、アンパンマンでもいい、うん、ドラえもんでもいいし、うん、でちなみにですね、ちょっとネタバレですけど、ロックマンとかいろいろ考えたりしてますんで、あとはね、まあ他にもコメント来ていたねやつまだありますのでね、まあ他にもね、いろいろなんかあれば全然コメントしてください。再現頑張ってやりたいと思いますので、よければあと高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねっ。